秋雨前線の影響で雨の強まっている場所が多くなっています。京都府でこういったリポートが届きました。豪雨です。視界も悪く排水も追いついていませんといただきましたが、かなり雨の降り方も強まっているエリアですね。そうですね、はい。ちょうどこちらいただいているのは京都市になりますけども、うん、京都付近から今度は大阪府、あとは兵庫県というところにかけてですね、現在だいぶ激しく雨の方が降っているといった状況なんですが、はい、この後さらに強まる可能性もあるので、まあ、それも含めてまず見ていきたいと思います。はい。はい。それではまずこちら近畿エリアを中心としたところとありますが、18時10分までの1時間です。皆さんからいただいている天気のリポートを見るとこちら雨のリポートだけで満たしてみましょう。ちょうどですね、このいわゆる京阪神というところですが、特に京都の方からは黄色の豪雨という激しい雨のリポートがだいぶ多く届いているといった状況ですね。で、こちらレーダーの方を重ねてみると現在、前線が南下中という形になるので、そのすぐ南側で、活発な雨雲の方が発生しやすい状況になっています。はい。大きく見ると前線そのものとしてはこの北陸からぐーっと伸びている状況なんですけども、であとは近畿に関してはですね、この辺りでほぼ南から入ってくる風と西から入ってくる風、ちょうど大阪湾付近でぶつかり合っているんですね。うん。それに伴って雨雲の方が発生発達しやすい状況になっています。はい。で、こちら今度は大阪湾からまたこの京都から岐阜にかけても一本いわゆるシアーラインが伸びている状況なんですけども、この後こちらのしっかりとした前線とこのシアーライン一体化するような形となって、さらに雨雲の方が発達しやすい状況とどうもなりそうですね。ですので、この後やはりこの京阪神を含むエリア、それからさらに岐阜の方にかけてというところになりますが、場合によっては時間80ミリ以上の猛烈な降り方になる可能性ありといった状況で見ておいてください。はい。で、こちらの方ですけども、前線が南下するに従ってゆっくりと南下するといった状況となります。少なくとも今日21時頃まではですね、こういった激しい雨が降りやすい状況というふうに見た方が良さそうです。はい。道路の冠水や低地での浸水、場所によっては土砂崩れなども起きやすくなりますので、厳重警戒といった状況となりそうですね。はい、分かりました。ちょうど帰宅時間帯の方も多くいらっしゃるかと思います。危険な場所には近づかないようにしてください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからご覧いただけます。